基本的には、申し訳ないんですけど、基本的には低賃、えー、外国からの低賃金労働者という部分に関しては、私たちは、えー、これは、えー、認めていません。外国からの低賃金労働者を大量に入れるということは認めていません、私たち、令和新選組は。2018年の、えー これは入管,法の改正で、えー、入管法の改正であったりさまざまな改正で行われたことは何かというと低賃金労働者を海外から大量に国内に流入させるという話ですから、えー、それによって何が起こりますかってことですけれども当然、これ世界の中での低賃金競争に日本も加わるということになるそうなると日本国内でもともと働かれていた方々っていう部分に関してこれは、えー、下手をすれば 置き換えということも始まるしそれだけじゃなく、えー、当然これは賃金の加工圧力というものがつ、えー、強まってしまうということから私1人でこれは当時、あのー、牛蜂したものなんですね。なので、えー 一言で外国人労働者という話になったとしても、これはかなり多岐にわたる問題ですから、そこにおいて、まるっとえそのすべてを私たちが受け止めるかという話なんですけれども、ベースとして私たちがえ海外からの低賃金労働者に関して、これは認めているという話ではないということは、これは申し添えとく必要があると思います。それぞれ低賃金労働者として、奴隷労働として連れてこられた人々というのは、それぞれの国において、それぞれの国の発展に貢献すべき人材だということです。 それを横取りして日本国内において奴隷労働をさせるということに関しては大変問題があることですからそういった意味で全てのそういった労働者に対して日本国内において権利を与えるということはこれは私自身は考えているものではありません元の法律がおかしい入れてはいけない労働者を大量に引き受けるということは国内の労働環境さえも破壊してしまうことになるしそれだけじゃなくてその相手国 相手国の発展につながる労働者を奪うことになりかねないというこの基本というのは変わりません。以上です